捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン、里中千恵。周りが急に赤くなってテレビの中みたいに、まさかさあさあ、いよいよ本番決勝大会 P1 クライマックス、ついに開幕かまよ。はい、実況のリセティだよ。ボルテージは最高潮。 Are you ready? やっぱりあんたたち、今度は絶対逃がさないんだから。つか、なんでまだいんのよ。うりゃー、すでにやる気十分くまね。結構結構、それでは全面戦争、いざ勃発くま。まだごちゃごちゃ言ってるんだ。そんなことしてるとほら、死んじゃうよ。あの時と違う、これはユキコじゃない。もう頭きたよ。覚悟しなさいよね、偽物め。ラウンド1ファイト。両者の気力はご存知です。出してあげる。みんなは無事なの？とにかく学校へ行ってみなきゃ。前評判通りの結果となりました。もうついこの間事件解決したばっかじゃん。みんな無事でいて。来ました、2回戦。寂れた田舎を踏み台に大栄に俺はなる。キャプテンズサンチマン、花村陽介。決戦の火蓋が今。さあ、2回戦始まるよ。肉食獣さんよ、もう腹ペコか。こんな戦いすぐ終わらせてやるんだから。ラウンド1ファイト。両者の活躍は
試合でした。私たちの町がこんなことに、これ相当やばいって。お次は3回戦、単純度数トリプルA、お気楽度数テレッテッテ、逆襲の全力空転スラッガー有利順平。魂の限界まで戦え。乗れるかビッグウェーブ、第3回戦始まります。お、また出やがったか。何人来ようと俺っちのバットのサビにしてくれよ。とりあえず着いたけど、みんな無事かな。こういう時は落ち着いて。仕方ですか、この伊織純平様が相手してやるって言ってんだろう。覚悟しろ偽物め。え、わあ、ペルソナを。こんな、誰の偽物か知らないけど、邪魔する気なら容赦しないからね。ラウンド1、ファイト。今試しはプルスイヤー。仲間を助けに来たってわけさ。あ、もしかしてキリショウさんたちの仲間の人って、囚われた。ああ、この塔の中に捕まっちまってるみてえだ。で、切り札の俺っち投入ってわけ。負けたってことか。っていうか、私も仲間が心配なんだった。手分けして探しましょう。
勝。もう止まらない。すっげえ空振りしてる人だったな。あていかんいかん、今はそれよりみんなのこと考えなきゃ。おっと、ここで現れたのは女を捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン、里中千恵。これは目が離せない。死闘が続く4回戦。さあ、いよいよヒートアップしてきたんじゃない。暴力で相手を黙らせるのは簡単よね。そんなこと思ったことない。ラウンド1ファイト。次はこいつだ。孤独な玉座で悪を裁く孤高の処刑場をギリ城にする。倒せ目の前の敵すべてを。猫だって肉食獣なんだから見てろよ。ラウンド1ファイト。圧勝。もう止まらない。一人で突っ
走ったの。やっぱまずったかな。おーい、誰かいないの？さて、お次はこいつだ。帰ってきた力の強心者、冒険のプロテインジャンキー、サラダーディッコ。いよいよ始まります。6回戦に突入。両者の闘志がますます激しく燃え上がる。あ、師匠大丈夫ですか？すぐ行きます。里中、よせ、近づくな。外したか。あと半歩前なら直撃だったが。里中、俺に構うな。手遅れになる前に黒幕を探して叩くんだ。奴らの目的はこの戦い自体かもしれん。それが分かったというから何だというんだ。今俺と戦わなければお前は死ぬまでだ。やるしかない。師匠見ててください。私が今こいつ倒しますから。ラウンド1、ファイト。礼を言うぞ里中、深くを取った。恥ずかしいばかりだ。いえ、私なんかまだまだっすよ。それより師匠、他の人たちは？私の仲間見ませんでしたか？すまないが、他の連中のことは分からん。気がつくとここに貼り付けにされていた。それはそうと、俺はお前の師匠になった覚えは。山岸、無事か？クソ、山岸、返事をしろ。あ、私が助けに行きます。いや、そちらは俺が行こう。お前は黒幕を追え。情けない話だが、今の俺に奴らを叩く力は師匠、わかりました。私が絶対犯人捕まえてみんなのことを守ります。お前ならやれる。頼んだぞ、里中。前評判通りの結果となりました。師匠を置いていくのはちょっと心配だけど、私がやんなきゃ。おっと、ここで現れたのは空気の乱れにチェーンナックル、八高鋼鉄の生徒会長ラビリス。
力と技のぶつかり合いだ。宴はまだまだ続くよ。お次は第7回戦。存分に実力を発揮。もうキリがないじゃん。絶対犯人見つけてやるんだから。魂の限界まで戦え。獣臭くてかなわないな。さすがは肉食獣の里中知恵。うわ、のっけから失礼だな。じゃなくて、あんたがこの事件の犯人。早く学校を、町を元に戻して。戻す？なぜ？やっと始まったばかりだというの。ふざけないでよ。だいたい、あんた一体誰？なんでこんなことしてんの？俺は水月翔。これ以上君に何か説明をするつもりはない。見ていればわかるさ。うわ、腹立つ。とにかくあんたぶっ飛ばして終わりにするんだから覚悟してよね。ラウンド1ファイト。やるな、やるな、悪いな。そんな、そんなものか。だよね。なるほど。
確かに興味深い。これが絆の力というやつか。まあもうどうでもいい話ではあるがな。ちょ、約束が違うじゃん。なんか揺れてない？これ。君は本当に間抜けだな。すでに準備は整ったんだよ。準備？何言ってんのよ。あんたは負け。手遅れだ。もう戻れはしない。世界を作り変えられるんだよ。